コンドームバトラー五郎第45話のあらすじ。いよいよ開幕したコンドーム選手権大会トーナメント。五郎の対戦相手はミクを倒した因縁のしっとりハットリであった。気をつけて五郎。ミクあらあら、あなたのってそんなにカサカサで大丈夫かしら。コンドームを傷つけないといいのだけれどね。許せねえ、コンドーム戦いけなんで強さの量が押されているぞ。こうなったらあの技しかねえ。奥義ダイエルエミッション。あ、見るんじゃ、コンドームが傷んでるぞ。そうか、ハンドクリームの油分がコンドームを劣化させてしまったんだ。なるほど、コンドームを触る前に油分を落とすために手を洗わないといけないんだ。ブルーの貸した。知らなかったわ。よっしゃ、見事予選一次を突破したゴロたち。なんだおめえらは。次回コンドームバトラーゴロ、絶体絶命サイズ違いの罠。次もみんなでコンドームセッツ。